などもおりましたが、投票権を総理屋というものを設けております。国会正門前向かって左側は投票権を総理屋となっております。携帯島本の特定もご遠慮よろしくお願いいたします。それでは今度も行っていきます。もう一度お願いします。暑いですね。セミもずいぶん鳴いています。もう夏真っ盛りって感じですけれども、このセミの声に負けられない大きな声でセミを打ち鳴らすような大きな声でみんなで、声を打ちましょう。Yeah!
すぐ退治。東京戦後日本政府は兵士たちが勝手に志願して断じたと見られています。また兵士たちの分析を抹消するなどアリバイ工作を重ねて抹殺しました。兵士たちは国家に捨てられたんです。国家は大きな嘘をつく。これがアリの兵隊の挑戦です。10年後の今、また権力者の嘘が目に余る時代を迎えました。しかも今度の嘘はもっと孤独で卑劣です。そもそも安倍政権は国家権力が結婚として縛られるときに転ばせることを理解しておりません。国家権力は憲法は権力者の独自の勝手な解釈によって変えられることはないんです。憲法は本田権力者の横暴から国民を守るためだと思うんです。こんな原則体制がいる時代、一気な国民にこの日本の将来を決める危険な法案を通すわけにはいきません。もう一つ、戦争は人が殺されるだけではなく人を殺すことなんです。そしてその苦しみから兵士たちは一生逃れることができません。安倍首相、あなたはもし将来日本の若者たちが戦争に任され、その時にあなたは最前線に立ってその兵士たちの死を問うと、その覚悟がありますか。あなたには国会前で戦争反対を叫ぶ若者たちの姿が目に入らないでした。戦争法案に反対し平和憲法を守りましょう。
スラムジンの方が出演映画が公開されています。これは中国の発展に対して攻撃の戦いを見ている人たちの人たちの物語です。参加される方は向かってるよ。今中国の発展に対して自らの意思を張り抗議をする強制抗議があってはなりません。今世界は抗議とその抗議の連鎖で苦しみ、その解決の糸口さえ見出せません。そんな中、徹底した非暴力の戦いを貫くチベット人の人たちの姿に、もう一度この非暴力の精神、それを学んでほしいと思っています。どうもありがとうございました。